アメデジのエピソード2ももうすぐ公開だし、なんかアメデジの世界に行きてえな。よし、行こう。それよいしょー。はい、皆さんやってきました、アメージングデジタルサーカスの世界に。さあ皆さん見てください、それっぽいでしょうなんと今日はですね、この東京新宿マルイアネックスにて開催しているアメージングデジタルサーカスのポップアップストアにやってきたわけですね。だからまあアメデジの世界そのものなわけです。これもね、十分アメデジっぽいんですが、こんなもんじゃないんですよ。それをね、紹介していきます。さあではコロンボさんがアメージングデジタルサーカスの世界を紹介していく前に、アメデジのキャラクターで好きなキャラクターがいる人は高評価とチャンネル登録、コメント欄で教えてくれ。それでは見ていこう。なんか声が聞こえるな。あ、ポムニじゃん。え、ついてきたの？当たり前だよコロンボさん、私がこの世界を案内してあげるわ。本当にポムニかお前案内してくれそうなので、ポムニと一緒に回っていきましょう。まずはこちらです。とんでもないものがもうありました。いきますよ皆さん、せーの、こちらです。やばくないですか、この見てください、ポムニとケインとジャックスの山これはすごい。ポムニ、これすごくない？君の友達いっぱいいるよ。わあすごい、私の友達がいっぱい。私が分からなくならない？これどうしようかな微妙だな。まあいっか、持ってるだけにします。ポムニは、ポムニの真似があまりにできない入ってまずこれ目につくんですけど、インパクトやばくないですか。これちゃんとぬいぐるみ、売ってるぬいぐるみなので、だからもうめちゃくちゃあります。皆さんぜひね、連れて帰ってあげてください下のやつ絶対溺れてるだろこれ。うー、助けてー、早く助けって言ってるわあ、ちゃんとほら展示もされてますね。こっちのこの子たちはまだほら悠々とね座ってられるけど、ぎゅうぎゅうこれはすごいな。さあそしてですね、あのぬいぐるみとかだけじゃなくて、パネルなんかもいっぱいあるんですけども、ほらこれね、ケインとね、ポムニたちがね、まあ、住んでるアメージングデジタルサーカスなわけなんですけども、素晴らしいフォトスポットになってます。出口どこ？出口はありません、残念だねポムニ。でね、これがすごい面白いのがあるんですが、これ左側いきますよ、せーの、はい超巨大なバブルがいます。ここにすごい、実際のバブルもしかしてこのぐらいの大きさなのかもしれませんね。めっちゃね、ちゃんとバブルって感じすんだよね。ほらポムニのあのね、吐いたもの食べそうですよね、そのまま。すごいね、ここね、マジね、ぜひ来てほしい。マジでアメデジの世界なんですよ本当に。でね、グッズもちゃんとやっぱりあります。見てください、これはアメージングデジタルサーカスの公式のサイトから買えるグッズになってます。なんとですね、本来なら輸入で買うんですが、売ってるんですよもうすごいよね、めっちゃ可愛いでしょ。ちなみにコロマさんこっち持ってます。青買っていくか迷う、どうしよう。そしてこのようにですね、まあ T シャツも売ってますね。こちらもあの公式サイトで買えるやつになってますね。まあそれがこのようにね、ずらーっと並んでますね。これはコロマさんのポムニですポムニに合わせてあげようか、ちょっとジャックスのトレーナー。あー結構うんぴったりかな、うんぴったりか、はいはい。そしてこちらの方の棚にはですね、まあ、公式の、グッズプラスと日本での販売となっている、グッズもあります。ピンバッジありますね、ここにピンバッジが、なんとコロンボさんつけてます、すでにすでにつけてます。海外のね、その公式サイトで購入したものを今日はつけてきました。ファンなので、はい、ファンの鏡と呼んでくださいそして、今回ね、日本での新発売となった缶バッジ等々も売ってますね。見てこれ、ほらこれ普通下敷きなんだけど、これね、このもう2枚セット、2枚組になってるんですけど、この下敷きの2枚、こっちもねすごくいいんだけど、2枚目のね下敷きの絵柄めっちゃ可愛いんだよね、これめっちゃいいんですよ絵柄が。そしてまあこちらがね、あのボールペンとかステッカー類が売ってますね。下の段はポスターとトートバッグになってます。コロマさんもね、このポスター持ってます、まだ開封してません
今度開封動画ねやるんでぜひチェックしてください。このポスターは貼ってあるので後で見ましょう。ここはどこ？え、もしかしてカフェの部屋？やばい、バグっちゃう、バグっちゃう。あ、ポムリ、危ない、あ、危ない危ない、お前ここにいたらバグっちゃうぞ。お前見てみろよ、ここカフモの部屋ですよ。カフモが完全にねバグってしまった部屋が再現されてます。これはすごいよね。もうほら明らかに権威を恐れていた証拠もねしっかりとありますよ。ここでカフモのね感じた狂気を肌に感じることができます。そして見てください、あれだけカフモにあのねやられてバグりそうになってたラガタ、めっちゃ笑顔で紹介しています。その笑顔はちょっと怖いぞ。ちなみにコロムさんの最推しのキャラクターはラガタです。ラガタのぬいぐるみを早く作ってください。よろしくお願いします。さあそしてですね、先ほどポスターと言ってましたのがこちらになりますね。このポスターめっちゃ良くないですか。コロムさんまだ見てなかったからさ、やばい、めっちゃいいわ。ここでわかる。そしてここに、展示されてますのが今回のポップアップストアで売っているグッズの、まあ、見本品にはなりますね。バッチもめっちゃいいんだよね。バッチ日本で、新発売となったグッズですね。先ほども言ったようにこれ買って帰ります今日、はい。そしてさっきねコロモさんが、まあ、言ってました下敷き、ほらやばいでしょこれ、ちょっと反射してるか。ほらポムに見な、よく見なポムに、かわいいぞ、はい。さあそしてマジでやばいものです。このポップアップストアでしか見れない、見てください。ちょっとすいません今ねモザイクかかってます。なんとですねこれ実際のアメージングデザーサーカスの設定資料なんですよ。デザインアートとか表情とか書いてあるんですよ。これちょっとねやっぱり都合上、ね、見れなくなってるんですが、実際にポップアップストア来ればこれ見れます。これねマジでやばいんですよ。とにかくこれがやばい。何がやばいかっていうと、いろんなキャラクターのそのまあ表情、ポムニのこうなんか体のパーツのね動き方とかも書いてあるし、ガングルの表情のバリエーションも書いてあるんですよ。とにかくこれは来てみた方がいい、うん。設定資料マジで最強ですこれ。なんとですね今回このポップアップストアのためにですね、日本版のアメデジの声優の方々、このポップアップストア限定でですね音声を流してくれてるらしくて、ちょっと聞いてみましょう。アメージングデジタルサーカスポップアップストアへようこそ。ここには顎が外れて心臓が止まるほどびっくりする代物が勢ぞろい。びっくりしすぎて距離空間に行かないように気をつけて。何が起こっているの？もうあなたたちもヘッドセットをつけてここに。ケイン、ケイン、ここは何の空間なの？お、そこの白い T シャツの人、いい商品選んでるね。すごくない？それ僕にも買ってよ。これやばいよね。ここにも出口がないらしいけど、君たち出られる？こんな感じでですね、実際の声優さんがナレーションで聞けるんですよ。これもね最高ですよ。ファンにはたまりませんよねこのねサプライズ。これもぜひね会場に来て実際に聞いてみてください。そしたら最後にとびっきりのもの紹介しましょう。行ってみよう。さあ皆さん覚悟してください。カウントいくぜ、3 2 1。見てください、ドドドー、やばくないですか。等身大のポムニの人形が展示されてるんですよ。これはめちゃくちゃすごい、マジで等身大。実際にポムニがいたらこのぐらいなんだろうなって感じ。ほらポムニ、お前の本体いたぞ。すごーい。コロモさんが喋ってるっていうね。ちょっと見ていきましょう。もうねポムニの皆さん大好きなポムニの困り顔が完全に再現されてます。それを間近で見れます。すっごいまぶた、まぶたなんかこんな色なんだとか、やっぱまつげがこっちとこっちでこうねあれ反対あれなんですよ。こうして何がで髪の色はねやっぱりね真っ黒じゃないんですよ、ちょっと茶色。これはね気づかないですよね。でねほらほらこうやってどこって言ってるんですよ。多分これめっちゃすごいよね。ポムニでっかいわ、コロンボさんよりちょっと小さいぐらい。もちろんこれも写真 OK なんでみんな一緒に撮れますよ。これもやっば、
これいやこれマジですごいよ。これ映像でなかなか伝わらないんだけど、マジでねでかいんだよ。ほらほらって、まあ、もう何回も見てるんだろうけどさ、ほら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 、ツーショット、これサムネ決定です。ここどこ、え、現実に帰ってこれたの、どこ、ここトムにおめでとう、ここは現実世界です、君は帰ってこれたんだ、よかったね。嘘です、嘘です、この後返されます。さあということでですね、今日はアメージングデジタルサーカスの世界に実際にやってきたわけなんですが、アメージングデジタルサーカスポップアップストアは東京の新宿丸井アネックス6階にて開催されておりまして、4月の26の金曜日から5月の12の日曜日までゴールデンウィーク中開催となっておりますので、ぜひぜひ足を運んでいただければと思います。そしてなんとですね、今回は商品の方を購入された方には特典がありまして、こちらのポップアップストアで5500円以上の購入の方に必ずですね、こちらのアクリルカードがもらえるんですね。これはマジで非売品、これは超レア。そしてエポスカードをお持ちの方はですね、5500円以上で1回抽選ができまして、当たり抽選がねこう当たりますと、こちらのね限定のステッカーなんかもゲットできるチャンスがあります。エポスカードがなくてもその場でね、入会した方もこちらね抽選の方できるようになっておりますので、せっかくの機会ですのでぜひねチャレンジしてみたらいかがでしょうか。そしてこちらのポップアップストアなんですけども、6月に今度は大阪でも開催が決まっておりますので、ぜひね、関西方面の方はそちらの方にも遊びに行ってみてください。さあということで今日は、こちらアメデジの世界にやってきました。ポムにありがとう、また会おうぜ。こいつは連れて帰ります、はい、さあこのアメデジの世界めちゃめちゃ行きたいなと思った人は高評価とチャンネル登録もお忘れずによろしくな。それではまた会おう、ココココロンボ、バイバーイ。